学校法人早稲田大学早稲田大学早稲田キャンパス。早稲田大学合図81記念博物館。早稲田大学合図81記念博物館は、東京都新宿区西早稲田1丁目の早稲田大学早稲田キャンパス内にある大学博物館。早稲田大学文学部教授を務めた美術史野の合図81を記念して、1998年に早稲田大学二号館内に設置された。 東洋美術、近代美術、考古学を主要な対象領域として2万点長の作品、資料を収蔵している。合図81が生涯をかけて収集した東洋美術のコレクションをはじめ、戦前より行われた考古学の発掘資料、寄贈された近現代の美術作品、土佐林コレクションの愛の民族資料、 大学講友から寄贈された近代美術作品などを収蔵、展示し、大学内外の教育や研究のために活動している。早稲田大学が管理、運営している。早稲田大学文学科在学中より美術研究に触れていた合図八81は、大学卒業後に新潟県のアリツネ学者の英語教員となってからも、教員生活の傍らで美術史研究の素養を積み、 1910年9月に、坪内商用に招かれて、早稲田中学校の英語教員に転職。上京したのを機に、より一層美術史学研究を進め、1926年には、早稲田大学文学部講師となって、東洋美術史の講義を担当することとなった。合図は実物を重視する方針を掲げ、学生を引率して、奈良への実習旅行を行った一方で、上京後は教育。 研究のために古美術品の購入、収集も始めたが、これが後のアイズコレクションの土台となった。また、文学部講師に就任した同年、アイズは、早稲田大学新聞市場に実物村長の学風を発表して、大学内に博物館を設置することの重要性を訴えたが、それから72年経過した1998年に、奥島高安総長ら大学関係者の 働きかけにより、合図81記念博物館が設置、開館するに至った。合図81記念博物館が使用している、早稲田大学二号館は、1925年に、竣工してから、1991年に、安倍球場跡地に、早稲田大学中央図書館が開館、機能が移転するまで大学図書館として使用された。合図が、 実物村長の学風の文中にて、博物館の設立を希望する胸の下りに引き合いとして出した新築の図書館が同館であり、彼の願いは主要図書館としての役目を終えた二号館を、博物館として再生、開館することで実現することとなった。現在、早稲田大学では二番目に古い鉄筋コンクリート建築物で、建築家、今井賢治のデビュー作でもある。 1999年には東京都選定歴史的建造物に選定された。1975年に開館した新潟市合図81記念館と行事の開催などで連携している。ありがとうございます。